あの日母さんを撃った。見てろよ、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺がケリをつけねえと。逃げちゃダメ。ダイナーの野郎、巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。闇雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。行くわ。あの縁壇、助けが必要だな。素敵だったわ。始めましょうか。クリスタ、少しは落ち着けて。くそ、こう巨人がいちゃ話もできねえよ。キホリン、お前ら大丈夫か。加勢してください。クリスタたちと話がしたいんです。これでいいんでしょ。見せてあげる。これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。の奴が巨人に襲われてる。やられちまうぞ。助けねえと。素敵だった。逃げちゃダメよ。壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか。イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。あの縁壇、助けが必要だな。逃げちゃダメ。始めましょうか。
ありがとう。死なずに済んだ。エレン映画を見ませんでしたか？見てないの。ごめんなさい。体勢を整えたら私たちも手を貸すから。あの縁談、助けが必要だな。会いたくないから憲兵団に入ったのに。エレン・イェーガーがどこにいるか知りませんか？早く保護しないと。そんなの知らねえよ。どうせもう巨人の腹の中だろ。民衆と兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか？それは分からないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。ダメ。これでいいんでしょ？
かった。礼を言う。エレンを見ませんでしたか。一刻も早く保護しないと。イエーガーなら心当たりがある。急いで向かおう。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。言いたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。ライナーに向かって行きやがった。分からないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエーガーを死しろ。ありがとうね。見せて。エレンをこのまま返すことはできん。ここでケリをつけてやる。これでいいでしょ。あの縁談、助けが必要だな。準備できた。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設営するから護衛をお願い。逃げちゃダメ。呼吸できるようになった。感謝するよ。
始めましょうか。助けが必要だな。冗談だろ。どんどん巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。ナスも刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。馬の準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。これでいいんでしょ。世話になったな。これで補給が可能になったぞ。ここに立ててほしいの。エレンとミカサは戦える状態じゃない。二人からあまり離れると危険だ。拠点を作ってもらえる？うなの準備はまだできねえのか。もう限界だぞ。始めましょうか。来るんじゃねえ、てめえら。クソ、ぶっ殺してやる。なんだけど、あなたといればどんな世界でも怖くないや。素敵だった。ライナーの野郎、直接向かってきやがった。そんな、他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。逃げちゃダメ。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。に諦めやがれ。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。これでいいでしょ。馬の準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。
こ、その時ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると？まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。